どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ザ・ディスリスペクトドアということで、それはブレイナドアということでしょうか。で、この制作者さんね、シェイドキティさんって言うんだけど、最近コースを遊ばせてもらってとても喜ばれていたんですよ。でよ、このシェイドキティさんから DM が来たんだよね。僕の他のコースを遊んでみませんかって。まあそこは大人の対応としてご連絡ありがとうございます。他のコースも遊ばせていただけたら幸いですって言ったんだけど、心の中はスルスルなんでする、早ちょうだい、って感じでいただきましたね、このコースを。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 そしてさらにシェイドキティさんはこうやって言ってました。このコースは私の最高傑作の中の一つですって。こんな天才トロール制作者の最高傑作の一つってどんなんなんだろうね。めちゃめちゃ楽しみじゃない。じゃあ右に行けばいいと思うところ、まず下に行ってみようか。いや、最高傑作だったらただ落とすだけとかそんなことはしないよな、シェイドキティさん。どうなんだ、開幕落ちる。いや、とうとう私世界にまで羽ばたんだよ。あのコインは何と思ったらこんなところにも隠しブロックを設置してるんだね。でもあのコインだけ取っておこうか、何か置けるかもしれない。なんもないんかい。落ち着け、せっかくいただいたコースなんだ。あんまり騒ぎすぎると嫌われてもコース提供してくれなくなるかもしれない。だからここは外人風に落ち着いてやっていこうじゃないか。ヘイフラワー、ルック、こっちをルック、何もしてこないのか、上の資格はあんだい、ピンポーン。ん、左の方行かなくていいのかな。一旦ブロック叩いてみる。特に何もない、上の路側も入れないか。じゃあピンポンするしかないんだよきっと。でも上に記録が見えてんぞ。だからここは一旦左の石エッジを落としておく。そして右の花親父を避けて、この記録を取ってブロックを壊すと。いや、こっからなんか来そうだよ、ガガさん。ここは一番上のブロックを壊したらジャンプ連打でいいんだと思います。二度も引っ掛ければもうわかるからね。左の方に逃げておこうか。で、このパワーブロック発動して上のブラパを倒す。いや、この上怪しくないと思ったら隠すブロックがあんのか。で、この石エッジは、うわ、派手なブロック叩かせていいのかな。上は何もない。一旦叩かせておいてみる。そしたら鉄球が出てきて、なんか右の土管に行けみたいな。実はこっちが正解じゃん。今発掘されたもんね。いや、これは右に繋がってないと思うよ。これは JK みたいな、嘘ですみたいな、そういうことじゃないの分かってんだよ。ちょっと気になってるのがさ、右のパワーいるかいらないかなんだよな。一旦走ってみようか。いや、絶対当たっちゃうよな。で、このパワーよりも僕が世界からいらないみたいだね。もう右に突っ走っちゃおう。そしてこのパワーブロックを持ってすぐちくわブロックに乗る。で、この石エッジは左に見てるってことは右に来ないよ。じゃあこの音符ブロック叩いてみようか。叩かないか、魚にやられることなんて僕はめったないからね。じゃあここ右下に行ったら、もうカチカチじゃんこんなの。行けよら。チュンチャンチャレチョン、チュンチャンピャラピョン、チュンチャンポロピンパンピン。これ右に行ったらさ、またわざとピオキング引っかかってるって言われると思う。だから先に進んじゃおうか。ほら、だから言ったじゃん。しかしこのスター素直に取らせてくれるとは思えないんだよな。一旦行こうか。え、取れないよ。え、じゃあこの先どうやって進むんだろうな。おお、よしよしよし、取れた取れた。そしてこのモンスターで、いや、待て、ここは絶対隠しブロックがあるよ、気をつけた方がいい。いや、ほらだほらだ。で、ここにだ、そっちもか。わざわざジャンプしなくてよかったのか。じゃあここは走り抜けよう。で、砲台絶対なんかしてくる、分かってんだ。だからゆっくり行こうか。ゆっくり、ゆっくり、なー、すいません、みっともない流れてしまいました。もうちょっとかっこよくなーって。なったんだけど、なんなんだこのドアは。サトシ、もうあのドアの名前はサトシだね。理由は4つある。まず1つ目、登場回数が多すぎる。そして2つ目、ドアに入った瞬間サトって知るイコールサトシだ。我ながらいいネーミングセンスだね。さあここでキノコを取って右にダッシュしなくちゃ先に進めないと。いや、一旦ブレーキしておこうか。で、この上は、いや、絶対大砲とか出てくるよ。ゆっくり行く。いや、ゆっくり行って右下にすぐ抜けようか。こっからジャンプして右下。いや、意外と何もないのな。なんかバブルが降ってきてるよ。なるほどね、このバブルに当ててやられるみたいな。で、僕はね、もう勘でわかるよ。このドッスンの裏、絶対に中間ポイントがある。そうだろ、オラだオラだ、中間ポイントがあったじゃねえか。俺の勝ちだ。慎重に行こうか。オンオフをしてすぐ上に逃げる。そしたら中間ポイントが取れる。シャッ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 。さあ
あなかなかの早い中間ポイントでこの調子でさっさとゴールまで行きますか。そして次の場面は上のハテナブロックすごく怪しい。かわいいか。いやー、全てを無視して進もうや。こんなハテナブロック叩いたところで何の意味もないのよ。このオープンはまた金か。なんだお前、そろそろ火遊びも終わりにしようや。俺の怒りのパロメーターに火がつくぞ。いいのか、つけちゃっていいのか。なんだ、何をしてくるあの鉄球は。お前ハテナブロックを叩いた瞬間すぐ左上に逃げる。そしたら石音よ。死がいたね、君忘れてた。怖いよ、このコース怖いよ。お母さん、いろんなものが遊んでくるよ。じゃあこのまま左上に行こうって思ったら右にキノコ様が出てきたね。あのキノコ様は取らなくちゃこの先に進めたいって、そういうことなんでしょ。逆らー、ここに置いておいたらキノコ取れそうじゃない。多分ね、ここまで石味が襲ってこれないと思う。オーケーオーケー、やっぱりここで止まる風になってんのね。で、ここでキノコを取れてさっきの魚を回避できると、ん、今度はフラワー様が出てきた。太郎、フラワーいらないでやって。クッソ、フラワーいるって書いてる。なんでさっきと違うのよこれ。なんでこいだ、鉄球をちょっと期待してしまったじゃねえか。いや、これはサトシか。サトシなのか。サトシだ。シェイドキティさん、見てますか。あなたが一つ一つ何の気もなしに作ったこの罠が日本人を苦しめてるんですよ。分かってますか。サトシンチはもういいって。冗談だからね、シェイドキティさん。めちゃめちゃ楽しませてこのコース遊ばせてもらってます。僕の喉なんていくらあってもガーッ。シェイドキティ、右を絶対に叩くな。今後も2分の1の選択肢、右か左あったら右を絶対に選ばないようにしろ。左しか選ばないよ。ボム兵を叩いた瞬間左に逃げておく。これでどうだ。あー、もうやめてビーチー。メルドはよくないと思う。ちょっとは黙ろうよ。コメントでもたまには少し黙ってくださいって言われるじゃんか。だから僕は今から少し黙ってプレイしたいと思います。このピースイッチ持っていいのか。邪魔するな、クパクラー。どうやってやられればいいんだ。左のカロンか。僕はあいつに絶対やられねえかんだ。返り討ちにしてやるぜ。ジャンプ。喋ってない時にそんな面白いの来るのやめろ。なんか今ね、このピースイッチを押したら下からバネが出てきたんだよな。だからあのピースイッチを押したらいけないみたいな、多分そんなことだと思うよ。そしてこれは下に行っていいのかい。右の方行く。いや、左の方に行こうか。よしよしよし、全部あんだか。で、この上はなに、なぜだか砲台の下を突いたらやられました。だからこいつは無視していこうか。中間ポイントがあんじゃねえか。待ってろジュリエット、絶対助けてやるか。ジュリエット、ジュリエット助けてくれジュリエット。何この口の多さ、めちゃめちゃキモいんだけど。やめろって、もうなんか最近大量のこういうの多いって。で、マリーが見えないんだけど、どこにいる。あそこにいるのね、マリー。絶対どうせ上、あ、上行けないな。誰か来るパターンだろ、どうせいきなりさ上から。それでも下からかい、左からかい、右からかい。いや、面白かったね、このオープンの罠。初めて見た。じゃあこれどうすればいいのかな。ジャンプで、ここでもう一回ジャンプした瞬間右を進化してみる。これで抜けれる。オーケーオーケー。そしてこの中間ポイントゲット。ジュリエット、マリーもってまとめんけって。この中間ポイント、この辺で隠しブロックをつけるなんて上手すぎだろ。この辺でジャンプするっていうことを見越したのかい。さあこれ中間ポイント、おっ。さあ、で、長いな、このシーソー。一旦オフしてみる。オフしたらどうなる。え、何もなんないの。あっ、よし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 、助けー。このパックン倒せないかな。シーソーがさ、斜めになるじゃん。だから滑って倒せますみたいな。いや、それだったらめっちゃ楽なんだけど、意外と滑らないんだね、このシーソーって。下ボタン押してるけどマリオがお尻出さないね。じゃあオンオフを変えておく。なかなか変わんないな。オッケーオッケー。そしてパックを貸す。右のパックは何をしてくる。うん、チュッチュでもしたいのかい。でも僕は君に興味はないんだよ。さらばだパックンよ。
音符に乗ります。で大ジャンしない。そしたらキノコが手に入る。そしたら先に進めるって感じか。でこの鍵がいるってことは右のドッスンが鍵を出してくれるんじゃない。これ絶対そうでしょ。キノコ、このキノコ激アツだね。よしよしよし、絶対取ることで合ってる。さあこの先絶対キノコいるんでしょう。オッケーオッケー。そしてこの10コインは取ったらいけないと思いきや、取った瞬間僕は右に逃げるよ。ああ、何もないんだね。優しい優しい。でオンオン押して、あ、なんかパーが出てきたね。あのパー持っていけっていう感じかな。あ、まあまあまあ、とりあえず進めるもんは進んでってみようか。そしてこの先にパーが必要みたいなことなんじゃないのか。あらー、みんな今さ、左手の人差し指がめちゃめちゃ痛いなと思って見たんだよね。そしたら指の腹がパックに切れた。丸めのやりすぎだね。じゃあここは急いであのパンを持てっていうことだったね。さあ急いでパン、回収できたけど。めちゃめちゃ面白い新体験作ってくれんじゃねえか。え、テレス全然来ないよ。早く来てって、早く。僕の指が切れるまで時間がない、すでに手遅れ、もうこの知りたい言葉はしてもよくない、カードしてもいいと思う、でも僕はやられるまで歌い続ける、わけあるか。知りたい夢を食べるな。お疲れ様でした。もう僕は喋りたくないよ。もう勝手に歌って申し訳ないけど、今のでめちゃめちゃ疲れたね。じゃあこのパワーブロック、お前は何なんださっきから。ならこのドアから出た瞬間投げればいいっていう話ね。自信はすっこんでる。もう僕はゴールがしたいんだ。頼む、誰も邪魔しないでくれ。あの動画の先ゴールであると僕は信じてるよ。危ないね、あのバネ&砲台。さあここからゴールっぽいよ。頼む、ゴールがあったから。落ち着けピオキング、ゴールはもうすぐそこなんだ。ゴール前のギザギザが見えてるじゃないか。じゃあここが魚を避けていく。なんだ今の放題、右の土管に入れようとしたってか。もしかして中間ポイント戻しか。あそこはじゃあここがスラロンを壊した瞬間すぐ右出し、カッ、これは、いやー、ヤッキー、これは中間ポイント切ったのか。どうなった。なんで土管の方に連れて行かれてか全くもってわからんぜ。でここで右行って、なんで今ジャンプしたから左に連れて行かれなかったの。大丈夫、よしよしよし。で、あ、待って、あのパウいるんじゃない。あのパックを倒せみたいだ。パウ取ってすぐ右に戻る。オッケーオッケー、ナイス。そしてこのパウでこのパックを倒してからゴールできるのか。本当に、いや絶対これ取らない方がいいよ、パウを。いやどうしよう、いける、いけるか。これが日本人のトロールコース名人。もう疲れて叫びも出ません。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ワンスクリーントラップゾーン、ワン画面トラップコースということで。さっきのコースでめちゃめちゃ疲れたんよ僕は。だからマジで勘違いしないで。はい、説明文に、大魔王様より我に与えられし領地はこの人が目のみ、だがしかし大魔王様の宿敵たる汝が首、我が勝つだの、なんとかにて必ず手に入れん、バグなしグリッチフリーということで。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0%。 で僕ね、前にも言ったことあるかもしんないんだけど、マリメの全てのコースの中で人画面騙しコースっていうのが一番好きかもしんないんだよね。さあ始まった。まずブラパと砲台が落ちてきたね。で左のダー、最初何もしないでいいのかな。まずドッスンが降ってくる。でこのドッスンは、ドッスンは上に行って
上等じゃねえか。ドス上がる、そしてドスが下がってくるからそれもかわす。で問題はこっからなのよ。ああのツタに捕まりたかっただけなの。もうツタという餌に捕まらない、ツタだけに。じゃあブラパの上にバネが降ってきたから、このバネの上絶対隠しブロックがあるんだ。この魚はバス。え、どんだけ罠あんの。全くゴールにたどり着ける予感がしないんだよな。じゃあここはバネに乗って一旦左に逃げる。でこのブクブクをかわしてジャンプ。でこのまま右行っていいのかな。いや隠しブロックあるね。でここも隠しブロックあるんじゃない。で絶対あると思う。だから隠しブロックあった瞬間すぐになる。やっぱりね。あ、隠しブロックを叩いて一番左に逃げればいいのかな。これで魚はかわせる。そしてあのデカキノコ取っていい。え、取って上に行けば、あ、なるほどね、あのデガキノコも取っちゃいけないのか。このデガキノコをかわして上に行く。危ないね、取るところだったよ。そして右に行けばいいのかな。でこのトゲは越えれませんでした。ゴールが遠い。まだ全然ゴールできる気配がないね。じゃあこの右側隠しブロックあんのかな。ないね。だから右から土下座を蹴ってすぐにリンクを取ろうか。そしてこの上隠しブロックはない。え、じゃああのパンブロックを叩いたらもうゴールできるっていう感じなんじゃない。ここも隠しブロックとか気をつけようか。あるね、そんなの分かってんだ。バナに鍵を取ってそう簡単にはいかねえぞ。でここでパンブロック叩いて、はっ、いや、これは爆弾でもゴールできるんじゃない。頼む、やったいや、やっぱ人がメトロールコースってさ、ゴールが目の前にあって着実に近づいてるのが分かるからめちゃめちゃ楽しいね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。